竜王戦は、読売新聞社及び、日本将棋連盟主催の将棋の棋戦で、タイトル戦の一つ。第一期は1987年であるが、前身の十段戦、さらにその前身の九段戦から数えると、タイトル戦の中で、名人戦に次いで二番目に長い歴史を有している。七番勝負の勝者は、竜王のタイトル称号を得る。竜王位は名人くらいと共に、 別格のタイトルとされている。読売新聞社が主催していた十段戦が発展的に解消され、1988年に発足した。名人戦を超える核を有する棋戦の創設について、歴代名人の了承を取る必要があった。中原誠が連名に一任したのに対して、大山康春と増田光造は反対した。接生の末、 賞金額1位を公表しても良いが、タイトルホルダーとしての序列は、名人と同格ということで話がまとまった。竜王戦という棋戦名は、竜は古来中国で皇帝の権威の象徴として、神格化されていた最強者のシンボルであること、将棋の駒の竜王は、将棋で最強の駒であることの2点を理由として命名された。田丸のボルによると、新棋戦名候補として、 他に、騎士戦、最高峰戦、巨人戦、巨星戦、北から戦、達人戦、将棋書などがあったという。しかし、騎士戦は宗教絡みの問題が心配。巨人は、同じく読売新聞参加のプロ野球、読売ジャイアンツと紛らわしいなどそれぞれに問題があった。当時、読売新聞社で、竜王戦の創設に携わった、記者の山田文雄によると、 竜王戦という候補に対しても、読売ジャイアンツのライバルであったプロ野球、中日ドラゴンズを連想するから良くないという意見があったという。また、竜王は最も強い駒ではあるが、最も価値の高い駒は取られたら負けとなる王将で、あるから王将戦の上に竜王戦を設けるのは、ヘボ将棋王より飛車をかわがりという著名な格言の教えに反するとの指摘もある。 最終的には候補を一つずつ消していき、最後まで残った竜王戦が棋戦名に決まった。山田文雄によれば竜王戦と竜王戦のどちらを正式な棋戦名とするかでも議論となった。一般的な将棋の駒には竜王と記されているが、読売新聞社では常用漢字外の竜を、原則使用しないとしていたためである。 もと、竜と竜は異字体であるが、竜は竜の略字であり、真字であると同時に、古字でもあるという関係にある。そこで、略字扱いされていた竜こそが正当な字であるという根拠によって竜王戦を正式な規戦名とした。これ以降、日本将棋連盟は、駒の正式な名前は竜王であり、実在の駒に竜王と記されているのは、 初体の都合であるという立場を取っている。竜王周囲式で渡される、竜王杯は、秩父宮洋人氏新能寄贈で、九段戦、十段戦から、引き継ぎ使用されている。竜王戦となってから、タイトル戦の中で最も高い賞金を誇るようになり、第30期の優勝賞金は4320万円、準優勝賞金は1620万円であり、挑戦者、 決定3番勝負の対局料は460万円で、ある。なお、賞金や対局料は何度も変更されている。第30期からは7番勝負第1局に、東急グループの協賛がつき、同グループが保有している。セルリアンタワー地下の農学堂での部分、公開対局が行われるようになったほか、周囲式の会場提供も行っている。同グループはそのまま、 第31期から竜王戦全体の協賛に加わった。さらに同じ第31期からは野村ホールディングスが特別協賛として加わったほか、明治も明治ヨーグルト R-1 名義で協賛している。1組から6組に分かれたトーナメント、本戦トーナメント、及び竜王戦7番勝負からなる。毎年11月頃から竜王ランキング戦が始まり、 翌年夏に本戦トーナメントが行われて8から9月頃に挑戦者が決まり、竜王戦7番勝負は10月から12月頃にかけて行われる。HTML5 将棋盤を使用したシリーズは、明王戦に続いて2例目だが、公式はフラッシュ将棋盤である。前期竜王戦の勝者の騎士が、今期竜王戦に敗れると全竜王となり、他にタイトルを持っていない場合に、 次期竜王戦終了まではタイトルに準ずる、称号として、前竜王と名乗ることができた。騎士の序列としては、前名人と同様の位置づけだった。なお、前竜王の称号は、本人の意向により辞退することもできる。第1期竜王の島明、第2期竜王の羽生義治、第6期竜王の佐藤康光の3人が、 竜王出刊後に全竜王を称したが、第10期竜王の谷川浩二が、第11期にて、出刊後に、九段を称して、以降は、事態が続き、全名人ともども20年以上名乗った者がいない。実情を踏まえ、2020年2月に、日本将棋連盟は、全竜王の称号を、全名人ともども廃止すると発表した。衛星称号である、衛星竜王は、竜王位を、 連続5期もしくは通算7期以上保持した騎士に与えられる。2019年12月現在、衛星竜王の資格を持つ騎士は、渡辺明と、羽生義治の2名である。竜王と名人は、他のタイトルとは別格の扱いを受ける。独自のランキング戦と本戦によって挑戦者を決定し、竜王と挑戦者は7番勝負を行う。組が上位であるほど、また、一組、 二組では、組の中での成績順位が上位であるほど、竜王在位者への挑戦権を得やすいシステムとなっている。なお、2005年に制度が見直され、第18期以前と第19期以後で異なる部分がある。また、第1期竜王戦については後述する。竜王戦の予選は、一組から六組までに分かれたトーナメント戦で始まり、これを竜王ランキング戦と呼ぶ。 一組の上位5名、二組の上位2名、三組から六組までの優勝者、各1名の合計11名が本戦に出場する。第18期までの本戦出場は、一組から4名、二組三組から、各2名、四組から六組までから各1名であったが、第19期から、一組から5名、三組から1名に変更された。同時に、各組の昇級枠、 高級枠の人数も変更された。現役騎士が在籍する組の一覧は、将棋騎士の在籍クラスを参照。各組において、準決勝までに敗れた騎士は、敗者復活の昇級者決定戦に回り、その中で3位の昇級者や高級者が決まる。昇級は一つ上の組に上がり、高級は一つ下の組に下がるのが原則である。ただし、三組以下から挑戦者が出た場合、 挑戦者は、たとえ7番勝負で敗れても一気に1組へ昇級する。この場合、次期の1組は17名。挑戦者が本来昇級して続くはずだった組は、本来の定員マイナス1名で戦われ、1組からの高級者は5名に増える。決勝トーナメントとも呼ぶ。ランキング戦の組と順位により、渦のように位置があらかじめ定められたトーナメントを行う。 本戦シードは一切存在せず、他のタイトルホルダーであろうが、前期の番勝負敗者であろうが、ランキング戦を勝ち抜かなければ、本戦に出場できない。最初の制度では組ごとに挑戦者決定戦進出に必要な勝ち数が決まっており、1組と2組からは順位に関係なく2勝、3組と4組からは3勝、5組と6組からは4勝が必要だった。 現行の制度では同じ組でも順位が高いほど、また同じ順位でも上の組ほど挑戦者決定戦進出に必要な勝ち数が少なくなる。一組の優勝者は一勝すれば挑戦者決定戦へ進出できるが、同じ一組でも2位から4位では2勝、5位では3勝しなければ挑戦者決定戦に進出できない。また、 二組2位は挑戦者決定戦に参照必要で、二組優勝、一組2位より一回多い。また、六組以外の優勝者の挑戦者、決定戦進出に必要な勝ち数は、組番号と同じであり、五組と六組の優勝者は5勝しなければ挑戦者決定戦に進出できない。挑戦者決定戦のみ3番勝負で行い、先に2勝した者が挑戦者となる。 持ち時間は、各5時間。なお、前述の通り、挑戦者となったものは3組以下であっても1組に、昇級する。現行の制度では1組の2位と3位は1組、優勝者とは挑戦者決定戦まで当たらないようになっているが、4位と5位は1組優勝者に勝たないと、挑戦者決定戦に進出できない。これは、1組、竜王ランキング戦は、早く負けるほど、 本戦出場者決定戦で当たる相手が弱くなり、有利になる側面があるため、わざと早く負けて、定位通過を狙う機種が出てくるのを防ぐためである。一組優勝者と挑戦者決定戦まで当たらない3位以上で、通過するためには準決勝まで進出しなければならないが、その準決勝で勝てば2位以上が確定するため、わざと負けるのは意味がないことになる。 竜王と本戦を勝ち抜いた騎士が7番勝負を戦う。先に4勝した方が新たな竜王となる。7番勝負は全国各地の旅館やホテルなどで開催される。第29期以前における第1局は日本国外での対局が行われたことがある。第30期以降の第1局は前述の通りセルリアンターノー学堂での部分公開対局が恒例となっている。 持ち時間は各8時間で1局を2日かけて実施する。1日目の終わりには封じ手を行い、2日目の開始まで次の手を考えて有利になることがないようにする。竜王戦の実績に基づく商談は次の通り定められている。6段以下の騎士が2期連続で昇級した場合、一つ商談する。六段以下の騎士がランキング戦を3回優勝した場合、 一つ、商談する。五段以下の騎士が二組に昇級した場合、六段に商談する。六段の騎士が一組に昇級した場合、七段に商談する。六段以下の騎士が竜王挑戦を決めた場合、七段に商談する。七段の騎士が竜王位を獲得した場合は八段に商談する。八段の騎士が通算二期目の竜王位を獲得した場合は九段に商談する。 第34期ランキング戦進行中まで七番勝負の模様は名人戦七番勝負と同様、将棋竜王戦という番組名で NHK でテレビ放送されていた。ネット配信では2020年現在、アベマ TV、将棋チャンネルで七番勝負の完全性中継が行われている。2019年まではニコニコ生放送でも配信されていた。 1987から1988年に行われた第1期は、竜王戦の前身が竜弾戦であったということで、最後の竜弾となった第26期竜弾と衛星竜弾四角者2名の計3名が本戦にシードされた。ランキング戦の組み分けの順序は、1期前の竜弾とタイトル保持者を優先し、以下順位戦の順位で決められた。 本戦は14人によるトーナメントで、2つの準決勝は3番勝負、決勝は7番勝負で行われ、決勝を制した島明六段が初代竜王となった。突起なしはすべて読売新聞社から観光。ありがとうございます。